唐突に聞くけど、うん、このチーム名って何なん？ギア上げていくですね。ギアを上げる。ギア上げていけ。ギアを上げていけ。ねえ梅原さん、ギア上げていきましょうよ。あのどこにヒントを得たの、もともとそのギアを上げるっていうのは。何から持ってきたの？何から持ってきた、うん、あのね、面白くないかもしれないけど、マジレスすると、すごい昔から俺言ってんのね。で、うん、多分だけど、初出は四郎さんですね。あ、そうなんだ。ドパンガリーグで、四郎が、うん、ギア上げましたねみたいなことを言って、うん、あ、そうだっけ？へぇ。それに乗っかる形で、うん、結構ね、シロウがね、ラインとかギアとかっていう言葉を格ゲーに持ち込んだと、うん、俺は。へー、そうだったよ、うん、そうだね。そうなんだ。そう。それで、まあ、うん、まあ他のあれでも言うじゃない、スポーツとかでも。うん。だから、まあ別に変じゃないと思ってたし、別にそれで伝わるからさ。うん。うん、普通に使ってたら、まあ、うん、このざまですよ。このざまって、いや、むしろあなた、はい、得してますから。いや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 。いや、得してるでしょ。いやいやいや。いや、得してる、得してる。それは、うん、もちろん。それは言わせてもらっていいですか、うん、半分は自分の力で頑張りました。半分はね、じゃあ半分はそうかもしれないけど、半分はそうです。ストリートファイターリーグであなたにインタビューするまでは、うん、結構やばい形で切り抜き動画上がってました。いや別に、でもまあまあまあ、そのまあネタですからね、言うてみる。いやだからね、ネタで済む人と済まねえ人がいるからめんどくせんだ今。だってさ、行ってみましょうが一つあなたの売りだったじゃん。そうですね。もう一個武器増えたってことじゃん。いやだからさ、それってすげえプラスじゃない？結果論でしょうよ。まあ、いや結果論かもしれないけど、ね。そうだし、うん、あれですよ。災い転じて福となしたわけじゃない？それは。いや、まあ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 、それはもちろん。うん、そうですよ。うん、まあ、それは、なんだろうな。半分はありがとう。もちろんありがとう。けど、うん、難しいのは、こういうのって、うん、まあ、ね。君とか、うん、直くんとかも多分あるじゃない、うん、なんかこういうお約束みたいな、せやなとかもそうだけど、うん、求められすぎるとさあ、まあね、逆に、いやだからここぞって時で使えばいいんじゃないですか。そうですよ、ギアは。だからあなたの試合ではたまに言いますよ、ね、あなたの試合だけでね。あ、そうですか。まあいいんじゃない。いやでもまあお約束ってほら強いから。あ、まあそうだね、うん。それはもう、皆様のおかげで私、やれてますんで、ありがとうございます。なるほどね。佐古さんってでも言うてそんなにセアナって言ってなくないですか、最近。セアナは、結構な、大阪弁でも慣れ慣れしいねんや。あ、近しい人に使う言葉なんですね、セアナ。そうやね。うん。うん、なるほど。タメ口より、もっと、なんか、フレンドリーよりやから。目上の人には絶対使わない。あ、まあ、それはなんとなくわかりますわ。うん。うん、いらないほんまやな、ほんまやな、ほんまやなよりもっとあれやな。だから、うん。確かに、ね、うん。慣れ慣れしいっていうか。うん。梅原のそういうお約束ってなんかあるんだっけ、お約束。俺はわかんない。あんのかな、求められてそうだけど、あんまり絶対予定調和に乗らないじゃんね。そうだね。でもなんかある俺、そういういつも言うよねみたいなのってある、口癖みたいな。口癖はね、口癖らしい口癖はないか。うん、ない。あるなさそう。あるチャットに、チャットに書いてある。さすがに、さすがに。ジンバルどこは口癖じゃねえだろ。マジでジンバルがうちからなくなるんだよな。いや、ジンバルに関してはさ、うん、なんだ、カーテンの裏に住んでたとかそんなんでしょう。
それは1個ね、1個のパターンで。あと1個、あともう何個も何個もなくなってて。あんなでかいもんがなくなるの。いや、そうなんだよね。不思議なんだよね。